さあ皆さん本日もよろしくお願いします。テレビ表チャンネル元放送作家の長谷川隆平です。今回は YouTube の素材に頼らざるを得ない皮肉な現状と巧みな印象操作と題しまして、ガーシーこと東谷さんの帰国及び逮捕を受けて醜悪なテレビ報道について思うところを語っていきたいと思います。ということで、この番組では毎回テレビにまつわる考察や時に辛辣な批評を元テレビマン視点で語っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さて、5月4日日曜日のことですね。ガーシーこと東谷容疑者が YouTube 等の、まあ、動画投稿サイトを通じて複数の芸能人らを脅迫したなどとして暴力行為法違反の疑いで逮捕されました、まあ、当然日曜日から月曜日にかけてのテレビ報道は東谷さん一色でしたよね。しかもその報道には YouTube の素材に頼らざるを得ない皮肉な現状と巧妙な印象操作がありました。まずそのテレビ報道がどんな内容だったのか紹介。東谷さんのテレビ報道の構成骨子は各局通じておおむねこんな内容になっていました。6月4日衝撃が走った。あれだけ帰国を拒んでいたガーシー容疑者が急遽帰国し逮捕へ。一体彼に何があったのか。滞在先の UAE アラブ首長国連邦のドバイから帰国。急転の逮捕となったガーシー容疑者、成田空港に降り立った彼の格好はラフな T シャツと短パン、所持品はスマホのみだった。とはいえガーシー容疑者が身につけていた T シャツは7万近くする高級ブランドのものである。そんなガーシー容疑者の表情には時折笑みがこぼれる。その後車に乗り換えると警視庁本部へ。するとそこに待ち受けていたのはガーシー容疑者の支持者及び多くの YouTuber の姿。彼らからの声援に車内のガーシー容疑者も応えるような仕草を見せた。俳優の綾野剛さんなど著名人ら3人に対する常習的な脅迫の疑いを持たれているガーシー容疑者、警視庁は今年3月逮捕状を取り、その翌月には ICPO が国際手配、そして今回の逮捕に至った。果たして今の彼の心境はどんなものなのだろうか。実は帰国する機内でガーシー容疑者は彼が所属していた旧 NHK 党の立花氏とこんな LINE のやり取りを行っていた。立花氏、何か国民に伝えたいことあったら伝えるよ。ガーシー氏、いきなりすぎてわかりません、わら。さらに立花氏は記者会見を開きガーシー容疑者の帰国についてこう語った。もちろん驚いたというのが正直な感想です。おそらくドバイにいるよりも日本にいる方が安全というか快適であると判断したのでしょう。さらに立花氏はガーシー氏の裁判費用など支援することを表明、そして再出馬の可能性も示唆した。さらにガーシー容疑者と約1時間にわたって接見した高橋弁護士自身の YouTube チャンネルで、高橋氏はガーシー容疑者の言葉をこう伝えた。正直ほっとした気持ちがあります。もう日本に帰ってこなくていいかなと思っていたが、母国日本の土地を踏んですっきりしたという気持ちとほっとしたという気持ちが強いです。そもそもガーシー容疑者はなぜ逮捕されてしまったのか。去年2月芸能人の私生活などを発信する暴露系 YouTuber として活動を開始、するとその2ヶ月後の4月にはチャンネル登録者100万人を突破。こうして過激な内容で注目を集めると、去年7月当時の NHK 党から参議院選挙の比例区で出馬、なんと28万票余りを獲得し初当選した。ところが当選後一度も国会に登院することはなく、今年3月に参議院本会議で除名され議員の資格を失うことに。こうして不逮捕特権も消滅したことから、その翌日には逮捕状が出されるも、ガーシー容疑者はもう日本に帰るつもりはないなどと強気の姿勢を貫いていたが、警視庁は外堀を埋めていく。動画配信で得た資金の流れに妹名義の口座が関わっているとみて、ガーシー容疑者の実家を家宅捜索。するとこれに対し、ガーシー容疑者は号泣。おかんだけは勘弁してくださいと、自身の SNS を使ってライブ配信。捜査に母親が巻き込まれたことに関して、その不当性を涙ながらに訴えた。さらに3月、パスポートの返納命令が出されると、パスポートを紛失したと主張。現地の警察に紛失届を提出したと言い、ドバイに留まっていた。着々と迫る捜査の手、そして急転直下の半ば強制送還に近い形での帰国、逮捕となってしまいました。果たして気になる今後の行方は。
という感じで、スタジオに降りると、なぜこのタイミングでの逮捕となったのか、その背景だったり、あとは量刑ですよね。今後起訴され、有罪になった場合どうなるのか、実刑はあるのかについて、専門家も招き、あれやこれやスタジオで語られるわけです。で、この辺の背景や量刑については、私は専門ではないので、正直よくわかりません。そもそも適当に語るべきではないですよね。で、そこよりも元テレビマンとして注目したいのは、やっぱりこのテレビ報道のおかしさについてです。特に気になったのが冒頭でも触れたように YouTube の素材に頼らざるを得ないというこの皮肉な現状と巧みな印象操作、これは今回の東谷さんの逮捕劇に始まったことではありませんが、とはいえもはやテレビ報道が YouTube の後追いになっているという滑稽極まりない現状についてはおかしささえ感じます。いや、これは後で説明しますが、もはやコントの構造なんですよね。その VTR を構成するニュースソースの大半が YouTube で先に語られた素材ばかりなわけですよ。もちろん警察当局からのリークを朝一で受け、早々に成田に出向き許可取り、マスコミならではの特権を生かして東谷さんの乗った飛行機の到着シーンまで多くのテレビ局が中継。もちろんこの手の殿様商売的な、そしてマクロ的な取材は YouTuber では太刀打ちできない、今のところ不可能なわけですが、ただしその裏ではより臨場感のある核心に迫るミクロなドキュメンタリーが各所で生配信、例えば立花さんの会見はもちろん YouTube で配信、さらに立花さんと堀江さんのトークセッションの YouTube ライブは同節で3万人以上の方が視聴、そして東谷さんの交流された現在の様子もまた高橋弁護士の YouTube で公開、しかも高橋弁護士曰くすでにマスコミから取材依頼が殺到しているが、適当に切り取られてしまっては困るので、この YouTube の内容をそのまま正確に伝えてくださいと動画内でそう言及されるわけです。いや、これ即時性にこだわるマスコミテレビマンとしては苦々しい気持ちでいっぱいなわけですよ。とはいえテレビ報道のために彼ら YouTuber たちのアーカイブ素材を使わざるを得ない。いや、使わないと VTR が構成できないわけですよ。しかも滑稽なのは、当然テレビは東谷さんを社会悪として報じるわけですが、その社会悪を報じるための VTR はそんな東谷さんの愉快な仲間たちの証言によって構成。いや、皮肉にも程があります。もはやコントの構図、何が何だか分かりません。とはいえですよ、テレビも小さな抵抗を見せます。例えばこれは皆さんおそらく違和感を覚え気になっている方も多いんじゃないでしょうかね。なぜかテレビ報道は東谷容疑者のことをその実名ではなくガーシー容疑者として通名報道にこだわるわけです。ほぼ一貫して VTR 中ガーシー容疑者と呼称でね、これは東谷さんのアンチはもちろん、いわゆる良識的な方を中心に、ツイッター上などではテレビが逮捕されたこうした容疑者をいつまでもガーシーとかふざけた名前で呼ぶのはおかしい、ちゃんと実名報道するのも社会制裁の一つだと、そんな批判が集まっていたりするわけですが、いや、これはむしろ逆で、ガーシーと通名を連呼する方が社会的な制裁につながると多くのテレビマンは考えるわけです。いや、もちろんその考えが正しいかどうか、正解であるかどうかは別ですよ。ただ多くのテレビマンはそう考えます。ちなみに芸能人の場合もそうですが、こうした容疑者が本名とは別に世間一般で使われる通名がある場合、報道でどちらを使うかの判断は、これ明確なガイドラインのようなものは存在しません。つまり各局の判断に委ねられるわけですが、じゃあなぜ通名にここまでこだわるのかというと、単純にその名前の方が広く浸透、要は東谷ではわからない人がいるかもしれない、なので少しでも彼の悪名を世に広めたいという意図がこの通名報道には見え隠れするわけです。そしてもう一つは印象操作ですよね。少しでも彼を貶めたい、ガーシーという通名は YouTube という物語世界ではもはや違和感はありませんが、これが地上波、しかも事件報道という現実社会となると別の印象を与えてしまいます。いや、何しろ50を過ぎたおっさんがガーシーですよ。これを報道及び情報番組で彼の映り出す姿に合わせガーシーと連呼するわけですよ。今ガーシー容疑者が到着しました。笑ってます。ガーシー容疑者が笑っています。あ、そしてガーシー容疑者が車に乗り込みました。そしてなんとガーシー容疑者が太もものあたりを描いています。しかも耳たぶをガーシーが触っています。いや、もはや何が何だかよくわかりません。
いや、批判の中には、テレビがこうして逮捕された容疑者をいつまでもガーシーとふざけた名前で呼ぶのはおかしいという指摘が多いわけですが、むしろふざけているから好ましいわけです。このガーシーという通名がテレビを通してアナウンスされればされるほど、おそらく多くの視聴者に与える無意識化の心象は間抜けでしかありません。いい年したおっさんがガーシーなどと持ち上げられた挙句、結果逮捕までされ地に落ちた。まあ、そんな印象を与え、情けないおじさんというイメージを補強するわけです。まあ、小さな悪意とはいえ、印象操作のお手本とも言えるテレビマンの悪意、企ててあると、まあ、個人的には捉えています。さらに今回のテレビ報道、その VTR 構成の見せ場はやはり、東谷さんのおかんだけは勘弁してくださいというあの号泣シーンなわけです。どの曲もどの番組もほぼ間違いなく、あの号泣シーン、その素材の使用に最も長い尺を割いて紹介していました。これまたその悪いことをした愚かな人間の哀れな末路という印象付けに都合がいいわけです。まあ要は市中引き回しに近いところがあるわけですよ。東谷さんのイメージを徹底的に貶めるための素材としてはまあ最強のフッテージなわけです。一応ここで断っておきますが、いや別に私は東谷さんを擁護、肩を持つつもりは毛頭ありません。観察対象としては面白く拝見していましたが、まあああいった品のない暴露はもちろん、ああいう方がやっぱり政治家にまでなってしまうことに対しては正直懐疑的な立場です。ただ一方で、個人的には功罪の功もあったような気がします。いや別にそれは多くの方が言及されているように、例えばこう何ですかね、ジャニーズ問題に風穴を開けたとか、そういうものをまるで功績のように語るつもりはありません。そういった矮小化された文脈ではなく、単純に東谷さんという存在そのものが芸能界、ひいてはテレビ界が抱える闇であるということを体現されているわけです。彼がまあ暴露されてきた芸能人の罪についてはまあどこまで真実性があるのかはまあ正直私には何とも言えません。他方を事実ベースとして彼がこう多くの芸能人を夜のアテンドをしてきた、重宝されてきたという、ここに関してだけは紛れもない事実なわけです。そしてこれはこのチャンネルでも何度も言及してきましたが、テレビ界にはこうした人繰りに長けた人材が重宝されるところがあります。東谷さんの場合は、まあ、綺麗な女性を集めることに長けたウェイなおじさんだったわけですが、え、何もこうしてテレビ界に出入りする怪しいおじさんに求められるのはそこだけではありません。例えば素人系の番組のブッキングを一手に受けよう方なども存在するわけです。まあ、最近でこそほぼ見かけなくなりましたが、どうですかね、ほんの10年ぐらい前まではこの人って一体何やってるんだろうという、そういう怪しげな方が本当に多くテレビ局には出入りしていました。ちなみに東谷さんの場合はアテンダーとして世に広まりましたが、まあ、正確にはそういう呼び方より、例えばコーディネーターやプロモーター、場合によってはプロデューサーとしてこの手の怪しい人物をよく紹介されることが私自身何度もありました。そしてその中には逮捕され世間を騒がせるほどの大きなニュースになった人もいます。そもそもこの手の方が重宝される理由の一つに、こうした人繰り、人材集めのほか、トラブル処理、つまり結末持ち的な側面もあったわけです。まあ、東谷さんの言動を功績として語るのはまあ正直気が引けますが、ただやっぱりこうしたテレビ界の闇、暗部を彼の存在をもってつまびらかにしたということは大きいと感じています。そして皮肉なことに、もちろん一部とはいえ、そんなテレビ界がこうずっと内包を抱え続けてきた闇をまるで人ごとのように糾弾するテレビ、相変わらずこう自分のことは棚に上げ、正義の立場に立つ才能には長けています。まあ、醜悪極まりない態度ですよね。ちなみに今後さらに警察当局とテレビが一体となった報道スクラム、東谷さんをこう徹底的に貶めるようなリークが次から次へと報道されると予想します。ただまあ何ですかね、本当の巨悪というものは東谷さんなどのようなむき出しの悪党ではなく、常に正しい立場で社会規範を解き、涼しい顔で悪を糾弾する正義の側だったりする、個人的にはそう感じています。というわけで今回の動画は以上になります。この番組では毎回こうしてテレビに対する考察や敵に辛辣な批評を行っております。今回少しでも参考になった、面白かったという方は高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターもやってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で。